世界の荒井を乗せるから半端な走りはできないじゃん。いやいやもう。なりました。うまい。いやー軍祭は面白い。面白いね。はい、すいません。じゃあすいませんお願いします。はい。懐かしい八六だ。うん。出るか出ないからギリギリのとこでやるでしょ、うんうん、あれ土屋さんだから多分あの辺でできるんだろうな。で
もね、なんとかなるから、だから、うん、すごい。あれはないので、ほとんどこれ踏んじゃってるって左でここに押さえちゃうんで、うん、すごいここにこそこのミューって、あれは絶対できない。あれはデフで負けてんの、すごい上手だ。リアでここに荷重がかかって、リアだったらギリギリのところでここに行くでしょ、うん、だそれが体に分かるぐらいギリギリのところでやるから、うんうん、すげーなと思って FR ばっか乗ってるからさこんだけ跳ねる車をコントロールできないと多分人の人はね、これ飛んでっちゃうよね。飛んでっちゃうよ、大丈夫。そうなんだよね、本当に飛んでっちゃう。いやいや素晴らしい。いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。すごくいい勉強になりました。ああ、よかった、それはよかった。素晴らしい、はい、素晴らしい、いい勉強になりました。うまいアクセルのこのあれがすごいじゃん。なあ、リアに荷重乗せた向きなあ、上手です。跳ねまくり、本当跳ねまくり、リアに荷重乗せた。いやいや、楽しかった。でも世界の荒いを乗せるから半端な走りはできないじゃん。いやいや、もういや楽しかったね。楽しいよね。楽しかった。跳ねる車を押さえつけるのがすごいじゃん。そう、跳ねまくってるね。あ、ありがとう。跳ねまくり、まあそれが86なの。うん、それが86 ね、はい。ただの東証パワーで。そうですよね。私なんかの車より全然跳ねるんだけど、あれをコントロールしたらあの凄さはすごいです高速コーナーのアクセルワークと、ーとリアにここに荷重乗せもギューってリアでここに旋回する、うん、あの感じは素晴らしい。まあ FR ならではだよね。そうですよね。そう、アクセルでこうデフで曲げてるから。そうですね。私なんかの車は全然できない。四駆はね、やっぱり乗り方違うよね。いやー、勉強になりました。ありがとうございました、本当に。すみません。はい、お前さんのお車に土屋さんが。おお、それは楽しみだ。はい、いやー、軍祭は面白い。面白いね。さあ、遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。